もういくつ寝ると早い早い達也と大立系の史上同士13巻あじゃあ12巻か <laughs> 第12巻ですよあんたがそんなね不毛な小ボを入れてくるから回数間違えちゃいましたよ僕は最終話ですドラマのねどうするんでしょうね2人はどうなったんですかね別離を選ぶんですかいやいやこれはもうあれですよ2に持ち越しですようわ3部作ですいいね最近よくあるよくあるのよくある3部作3部作ですドラマの3部作そうですうわちゃちゃはい みんなもう目が離せないね。第十三巻。いいえちょっと冒頭からいいですか。なんなん、あ、はい、冒頭、今週のガルベスいいですか。なんですか、それ冒頭と冒頭かけてるんです。そうです。今週のガルベス。はい。もうこれあの。新コーナーですよ。あ、新企画。新企画。やった。冒頭からすいません。タイトルコーナー。浜村淳です。今週のガルベス。 冒頭からすいませんどうぞ何ですか先週ちょっとアナウンスさせてもらったはいはいユキスの日本デビューシングルですねウィークリーの方が出ましてあの確かデイリがデリが三位でも四位でもなく三位ですはいはいだから四位やい四位ちゃうよねはいはい直せはい三位いただいたんですけどウィークリーの方は初登場五位をすごいおめでとう ございますちょっと先週はウィークリーのこと触れ,触れてたので、うんまあ、ウィークリー結果出たんで一応ご報告させていただきましたいやーめでたい <laughs> ケンさんペラ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 めくんの<笑>,笑顔でごめんなさいやらへんねペラペラ言ってますよ多分あいやめでたいですねありがとうございます大舘さんの来年もあれなんでしょ第2弾シングルで、はい、シングルとアルバムが2月に全国ツアーの予定もはい それは大ーさんも帯同されるんですか？一応やっぱりあのそこでもガルベスは冒頭するんですかちゃんと？いやガルベスはベンチですよその時は <laughs> いや出ないんですか？<ば>先発じゃないんですか？ゼバスはベンチですよ<ー>肩痛めてますから完全に八人目のメンバーかな思ってたのにないやいやそれ前のハイタッチ会とか見えてたけど <laughs> うんガルベスってニックネームついてるひげずのおっさん, <laughs> っさん放り込んだあかんあの中に <laughs> あんな爽やかなねそうあんな爽やか手足の長いね、うん、もう肌も綺麗なとこにこんなおっさん放り込んだら <laughs> いやいいじゃないですかバランス的になんかダメですよなんかいいじゃないですか SPSP SP なんかなもうい,いっぱい来ましたよ多分ほ<う>大丈夫ですか僕捕まっちゃいますかい全然大丈夫ですよあそうですか捕まっても大丈夫です捕まってもいいんですか <laughs> じゃあいろいろできるなもんじゃあ幅広がっていや,いやダメですダメですよこのこれがあるんで <laughs> ししおどしだけ俺必要とされてるのまあないよりかダメですよいやもうそのインフォメーションもそうなんですけどね僕はこのちょっと初回今週のだって今週のガルベス拡大版でねもう一つ皆さんにプレゼンしたいことがあるんですよ何ですか僕はね来年から2012年やっぱり達也の年にしてもらいたい達年だけにねそうです達年だけに 達也の年にしていただきたいという思いも込めてあなたに王になってもらおうと思ってましてお前えってマジでえってお前僕は前今後はあなたのことを獅子オブ獅子ファラオと呼びたいえってお前ほんまにえってお前それ本編 <laughs> いやこれファラオと呼びたいだってファラオと呼びたい <laughs> お前ほんまにお前それはあかんわ <laughs> いやそれは定着しますって絶対いやいいですよその話はちょっと後あでしましょうええー、今するんですかいやしません後で任せますけど後でしましょう,後でしましょういやもう何のこっちゃ分からんくなるんでまあじゃあ後で整理してファラオ頼みます <laughs> お前ファラオ <laughs> お前とりあえずちょっとお便りいきますよはいあのー、はいえた、ー、まってる人だし 聞きますとはいえー、やっとブログが目を通すようになりましたなるほど、えー、だいぶ溜まってるけど全部聞けるかなと溜まってるれどれぐらい溜まってはるんですかねいやー大変ですよこれ最終話やとしたらもう僕らの不毛な会話を30分刻みで聞いていくわけでしょう <laughs> 聞いていただくわけですよも心苦しいですよねあとね、はい、先週の「いつかのメリークリスマス」を聞いてからはいペプシの CM 流れるたびにケイさんの「イエイイエイ」 あかん。怒られるわなどが頭の中によぎりえ1、ー、人で吹き出している日々を送っててこの気持ちどうしたらと思っていたらゴン氏も引っ張ってくれたのでぶつけられましたえー、CM やのに残念ペプシさんにも謝ってもらわな謝れこの野郎お前はほんま獅、あ、子と圭さんはお正月は大阪なんですかえー、大阪と東京の一番違うって感じるところはうんあなたはお正月は帰りますよ ありますけどね。一つだけいいですか。何ですか。ペプシの CM に関してなんですけどね。はいはいはい。あのその点に関してはね、やっぱ僕も被害者でやるっていう意識があるので、正直ね、あのあの CM 僕かかるたびにちょっと気まずいですよ。はいはい。あのね、いや僕もね、あのこれ先輩大好月子さんと同じですよ。あのペプシの CM が流れるたびにね、思い出しますよ。 ちょっとこうざわざわするんです周り見,、ね、見回しちゃうぐらいちょっとあれはね気まずい <laughs> 俺はねあそこ好きやったけどねいや、はい、それで好きやから言って2週もやらしたらダメいやガルベス 2> 2ガルベス、ね、ガルベスはね2日連続登板できないんだよ <laughs> 肩壊す肩壊すんだよ冒頭しちゃうんだよ獅子、えー、とケさんはお正月は大阪なんですか、えー、大阪と東京の一番 違って感じるところはっていう質問もはさっきも言いましたけどお正月大阪ですかはい帰りますお正月まあちょっと年末長めに帰ってお正月は早めに帰りてげて東京戻ってこようかなはい僕は年末はこっちにはい残ってて長めにちょっと帰る感じですね新年というか年明けははい年始は向こうかなおおじゃどうぞいやあのやっぱり東京へ出てくる るることにによっってて、うん、一人暮らしになってるので、うんうん、やっぱり実家で過ごすお正月と東京で過ごすお正月っていう違いがあるぐらいですけどでも僕お正月は結構帰ってますから、うんあのー、なんていうんですかねそんなに東京で過ごすお正月っていうのは満喫したことないかもしれないです、ね、ますよね。うで確かにこう東京で さっきね、ちらっとそういう話もしてたけど、うん、その明けましておめでとうございますから、はいえー、おせち料理が出て、はい、ね、はい、なんかこう、本当に年を、新しい年を迎える雰囲気って、やっぱ1人で、1人暮らしで1人で過ごしてたら、なかなかね、ないですね、ないんでね、ないですねそういう意味で、俺らは大阪と東京の違いはあるかもしれないですね、うん、他の人がどうとかっていうより。うん 俺たちのの中で違いいとうかやっぱり大掃除とかしないでしょしないですねでも実家やったらするじゃないですかああいうことですよね確かに単純に元旦から三が日までだけじゃなくてその付近の全てのカルチャーに対して東京にいるとなかなか触れ合う機会がないですよそういう意味では実家いいなってまああの そういうことをケーキにねやっぱ実家に帰っていくってことは必要ですよ単純にっていう感じですよね真面目真面目不毛不毛はじゃないそういうことやから逆にそういうことやからあとねえっと明日多分これ先週かな明日朝からクリスマスケーキ受け取りに行って夜食べますと多分クリスマスの時にいただいたやつかな クリスマスマねちょうど数日前ですねこの収録から、はあ、うんまあどうしてましたって聞くのももう、うん、ね茶番ですけど茶番だよ本当に <laughs> まあ僕らはね茶番だよファラオ <laughs> ゃその話お前ほんまだるいわいやもうそういうことでしょもうしていかなきゃダメでしょなぜあなたがファラオと呼ばれるようになったのかいやだからそもそもなんでそういう話になったかですよ だそれはクリスマスイブをてめえと過ごしたからだよてめえだけじゃないだろほ他の獅子もいただろあの僕のブログにもよく登場してるね K ですよ大館 K じゃない方の k k y ですよキーボーディストの K とね僕とねガルベスと3人でねそれぞれ3人制作をして もうそろそろ煮詰まったんちゃうか言うてちょうどねお同じタイミングだったんですよ僕も書き終わり、うん、K も、あのー、ちょっとまあ一段落なんですよ、うん、ちょっとたっちゃん電話してみますみたいなことやったんで、うんうん、僕まあほんで、あのー、ステーキをねはい、はい、食べに行ったじゃないですかはい行、は、っ、い、<で>ましたね K 家近いんでねあのステーキ屋さん、うんうん、で僕らけ僕は結構行くんで一回紹介したいなと思ってです、うん、はいはい、はい でまあ誘って行ってステーキ食べてで獅子おどしでも何回か触れてるかなチョビを読んでデザイナーのねあとディレクターのチョビを読んでで4人でお茶をしてっていうイブでしたねそうですよ野郎のみでね野郎のみでほんまにねそのお茶した場所でもね最初僕らパーティーなんかのパーティーかなんかやってた後で 貸切のねそれがちょうどはけ切ったあとやって俺らが多分一発目の客やったわけじゃないですか男4人でね入って気づけば周りはもうカップルだらけですよしかもちょっと大きめのねソファでゆったり座れるねラグジュアリーな感じでんていうんですかねが売りのねカフェなんで。 もう結構こうひ、ひうたすも広いスペース使うんですよね、うん、1一つの席がね、うん、ほんならもうみんな横に座ってね、カップル、男の子と女の子とね,ね、とねいや俺、ほんまにあれ、真ん中に俺はもう…どこ…あの…どうぞみたいな感じでね、はい、店員さんに言ってもらって、普通にど真ん中のソファーに座ろうとしてるんですよ。<うん S 1> <laughs> やっぱりどこでもどうぞって言われたら真ん中取りたくなるんでしょでだからそれはファラオですよ。僕はもう橋でーと思ったから。あなたがガルベスがガルベスがってかあなたがね端っこにいやい端っこ行こうって言ってなかったら多分ほんまにど真ん中のソファにどーんと男4人しかもね関西人4人4分の3でステーキの匂いする。 そらししで,しょでキャッキャキャッキャね手たたきながら笑ってねそうそうそういやあれましいでまかったですよいやお前が言ってくれてなかったら多分、うん、ほんまにその真ん中でドーンでしたら、うん、カップルに囲まれて僕らかんかんほんで全員その横並びでカップル座ってるの <laughs> もうみんな僕らに背を向けてたでしょ <laughs> 完全に背を向けてたねだって僕らの一組だけ横の横の席に座ったカップローったでしょあの人はすぐ出てったでしょ出てったねうるさかったんですよムードもクソもなかったんですよ僕あの全員が背を向けてるスタンスはお客さんがね自然とね俺らに背を向けたのか店員がねはたまたね店員が あちらに背を向けてて座ってください的なねねえのそれはむしろ悪意やるやん <laughs> いや悪意やりますよそれはむしろ悪いやもうあ,やんあの全員が全員ね <うん S 1> 背を向けるスタンスはちょっと悪意すら取れましたよ <うん S 1> まあでもねほんまに4組か5組は全員背中向けてたもんね,僕らにね <laughs> びっくりしたいやそれはいいんですよなん,<え>なんでないや そこに関してはそもそもなんでなんていうことはありますよ、ファラオに関しては。ファラオの話なんでやねんっていう話です。僕はやっぱり、獅子っていうのは動物の名前じゃないですか種族の名前ですよ、でしょ、人って言ってるようなもんですから、そうじゃなくて、その中でもやっぱり、獅子オブ獅子にね、2012年、なっていただくために、ファラオ、ファラオ元年としたい。 来年をファラオ元年としてユオマジェスティですよこれね完全にいじっとるわこれね <laughs> いや、いじってないつつすいじってないですいじってるんやったら僕来週から辞めるもん <laughs> 来週、まあ、来年から辞めるもんファラオって呼ばないってことだよねそ,<う>そんなね話をね、うんえー、あなたとね、はい、KYK とね、はい、3人で道歩いてたんよね ほんならちょうどあの石屋さんのとこにスフィンクスの石像置いてたんやね <laughs> 俺ファラオがマジ定着してるんやったらもうあの写真撮ってた写真撮ってたブログにアップもしかしたら載せてたかもね上にまたがらしてた恐れあるそこでスフィンクスとファラオがそう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 コラボレーションするっていう奇跡の、ねうん、いやファラオすごくいいと思うねんけどないやーファラーつって歌獅子でもいや獅子はね、はい、100歩譲ってね、うん、いやもうこの 中で100歩譲ってて別に嫌な気はしないですよ全然えファラオはするんですかいや分かんないですなんか1分間違えたらファラオでしょなんかやだそういうことかファラ男みたいになるでしょあでもそれでもいいっすよいやですよだってあなた僕ここではちょっと公表しないですけど僕のラッパー名してますよ一緒じゃないですかできるかもしれない一緒に そこでのコラボファラオとフニオっていうんかファっていういいじゃないですかいやファラオとラティオか言うた言うたっちゃったいやねいやでも結局僕はやから歌獅子も全員も獅子バックバンドメンバーは全員獅子やと思ってますから獅子の群れそれこそだからそのおじ獅子 とかあと太鼓獅子とかうんでいきましょういあれいやごめん全然響かへんわ獅子系とかだからウルトラマンみたいなもんやと思ってくださいあウルトラマンセブンだタローだエースだそう、で俺は何ウルトラの父的なことそういうことですファラオですいじられとるかな、これいじってないいじってないって 全然いじってないいですやもうそれはもう定着させる獅子って呼んでくださってだからそれを僕は裏切るっていうことじゃないですよだって獅子をぶ獅子なんだから獅子と呼んでいる皆さん獅子と呼んでいる皆さんもあなたたちが獅子って呼んでる人が格上げされたっていうことをみんなで喜ぼう来年のファラオ元年ネン何やねんファラオ元年 ななファラオ歴ですよファラオ歴1年です <laughs> 来年は <laughs> なんかそれちょっと古代マヤ文明とか,か,とかそうそう,いうかマ,ヤマヤ文明マヤ文明みたいなもんですよだからファラオ元年 <laughs> おめでとうございます <laughs> パチパチやれへんわーええー、俺すっげえしっくりまああのじゃあいいですそれはあの獅子フォロワーの皆さんの意見も聞きますいやそうですよ、はい、だからもう次のね コメントなりねールなりメッセージなりが獅子、スタッフ、ゲンスンで K さんで来るのかファラオ、ガルベスで来るのかでも僕がガルベス定着したらもう K は K でいいですからね言えるじゃないですか紛らわしくないじゃないですかあなたはここでは僕のことをガルベスって呼べばいいわけで確かやここの中だけでしょ、呼ぶの別にいいすよ僕こん 来年、ガルベス元年でもいいですよ。いや、俺は獅子元年がいい。いや、獅子元年じゃないな。もう元年がな。ファラオ元年、俺はね、個人的には幼い。ただ、それをフォロワーの皆さんがね、ファラワーの皆さんが。いや、だから、考えてください。ファラワーの皆さん拾ってくれへんから。もう自分のことがいっぱいいっぱいから。なんだよ。いや、だから、1600年、徳川家康は関ヶ原の戦いに勝つわけです。 1603年、征夷大将軍になるわけですよ。うん、この3年間みたいなものがこの1年間だったの。分かんないよ、そんなものは。<laughs> そんなものは分かんない。あなたは来年、征夷大将軍になるんだよ。ファラオリでたんだ取たの。取ってたのそこはじゃあ、志士として、そのあれを取ってたんだそうそうそう。今もすあのこう、統治が進んで <laughs> ん、志士として活動が一つ、次のステップに行くんだから、ファラオになるかだからそれはもう、だから分かって。だからもうフォロワーの人に、フォ,フォロワーになるか。 ファラワーになるかはファラワーの皆さんに聞こえどっちかではい俺はあくまであの現状維持を進めますえ攻めてほしいなちう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 そのさファラオになることイコール攻めみたいなことなそうだよあー、そうだって国を背負うんだからそうだようん国を背負う背負う国を背負うねただ 何でしたっけのファラオの <laughs> ウィキペディア調べた,何でしたあれは <laughs> あれは, <laughs> あれは <laughs> 民を、えー、民を虐げる圧政者として現代では使われていますとだってほら王様はやっぱ独裁みたいなイメージがあるからね、うんうん、民主主義国家においては、ね、でもそれは僕は現代のそういう揶揄した意味では使ってないですよまあね、うん、民を思うね、うん、だからこれからそのお便りも目安箱って呼んでください <laughs> じゃあな江戸に寄せんのんで徳川幕府に寄せたのんで吉宗なんか別にファラオの目安箱のことは知らんから俺。人々の意見を聞くイコール目安箱か出てこなかから。まあまあそれはちょっと。もうそれはもう俺の意見、ガルベスあなたの意見、ガルベスと俺呼ぶん呼びにくいねんけどな。うウソ。ガルベスとか。 <laughs> なんかボビー的なそうそうあのなんか<ー>エリザベスベスみたいな<ー>ガルベスガルビーみたいな<ー>別なんでもいいですけどもうそれも決めてもうそれはもうそれもこれももう全部フォロワーの決めてガルベスも投げるの。<laughs> ガルベスすら投げちゃうのいやじゃあガルベス <laughs> お前ファラワーと決めつけんなよ <laughs> フォロワーやからね、まあ、えあ来年ファラオガねやのに <laughs> <laughs> あかん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 持って帰るこれ <laughs> あのそれは全部フォロワーの皆さんに僕はもう任せますわかりました俺のそれはでも忘れないで僕もファラワーだよ <laughs> ありがとうファラワーの一人だよありがとうだからファラオを押すよわ <laughs> かりましたはいはいバッてなんかある日外見たら俺もファラオ万歳っつって手上げてるかもしれないいやろ <laughs> <laughs> それは危ないわ いやーね、クリスマスはもうやろうだけでで、ファラオ事件が起きるっていうねそうですよー、うん、ほんまにねーもうねこれが放送される時が、まあ、12月30なんで <laughs> あもう年のせもせいですねそうですよ2011年、はい、総括して、はい、謝れお前は最後2011年ラストのお前わかりました謝りますよ総括してもうあのファラオに謝ります <laughs> ファ <laughs> ラオじゃないフォロワーにね謝れちゃんと <laughs> よし武器を手に入れた <laughs> <laughs> ちゃんと謝れそれはや,やっぱねその、うん、こんだけファラオの横にいてね、うん、僕はやっぱファラオの参謀やと自負してるわけですよはい、はい、でファラオにねいろいろ迷惑かけたと思うこれは臣民すべての責任だと思っていますだから <laughs>、ま、坂東さん <laughs> あのね <laughs> たつかわやからな。江ノ島のキャッあのねえのねえのか、そかそら。バンドさん出てこいやからな。そっか。はい。ガルベスとバッテリー組んだやいやいや、もうええねん。それはええ。それはええ。年代が違うからな。年代違うね。年代違う。コーチやったね。コーチャったなん。や。謝ることないもん。いやもうそれは謝ってくださいよ。2011年、何について謝るんですか、僕。 フワーの皆様に言ってるやんもう飲み込みかけてるやんちゃんとはい2011あじゃあねいろんな人このね今日まで12巻13巻今回先週の12巻までね何人出てきた何がすか登場人物ザッケローニから始まり香川それはそれはガオベス 香川もほんなの出てないですよ。出たのはザッケロのだけですよ。<ー>だってそれ書いてないでしょ。ガルビス <laughs> ねいっぱい出てきてるわけですよ。いいガルビス手使うよ。<laughs> 大丈夫かなそれをちゃんと謝らないとあなた。えチーバンドンバ,ンバンドさん出てないよ。 カルベス赤赤赤これ俺らだけ楽しいそうやねいやもうほら今週は今週はって今回はもう2011年最終回ですはい本当に皆さんにお世話になって2011年ね2011年言ったでしょ違いますかもう皆さんにいろいろお世話になったんですよ毎週毎週不毛なね会話を聞いていただいてねシシやファラオやいやファラオは今回からや まだ2011年やからね。ハマさんや、ピックハマさんや、ゲンスンや、なんや、リョウや、大館さんや、ガルベスや、3人や、ただのここは。何出てきとんねんと。そうやそんな不毛な会話にね、やっぱ付き合っていただいたファラワーに。いや、フォロワーね。フォロワーに、やっぱりファラオから。いや、師匠からって俺が言うのももうなんかもう分からなくなってきたもん。 いいからおいこれからお前は、チンって呼べばいい自分のこと, <laughs> ううこと。どういうことどういうことチンで言うからあの <laughs> 王の継承で一人称チンですから <laughs> 王は。とい,い,い,いうことですから <laughs> いやそれはねちょっとあのマジでもうそれはもうほんまにフォロワーの皆さんに獅、はい、子フォロワーの皆さんに。はい 委ねますよやっぱりそれはね量はねあなたはファラオにしっくりきてるかもしれないですけどてない恐れはあるもしかしたらね民の皆様はねほらもう行きたがってるやん王になりたがってるやんそんなねせっかくファラオやねんからそこはもう先制君主で俺がファラオだでいいんですよそんなね、投票させないでくださいそれはいやそれは委ねさせてよ俺はそれはそれはやっぱファラオにだって俺ファラオになりたいって思ってないもん俺は。 なん,でなんでちょっと早く人間になりたいみたいな感じで <laughs> インスパイアされてるやんお前 <laughs> <laughs>、はい、2011年ね、うん、ほんまにもう逆にもうここは真面目にね総括してくださいよ総括ですか、はい2011年いやー2011年ね、はいあのー、今年はワンマンも 2>,、はい、2回ですよ年明け 2>, 2回やってるね 年明け、はい、やって,やってで、9月にもやって、はい、でまあ何でしょう、まあ、その間にねいろ、うん、んなこともありましたけどね、はい、まあこの獅子おどし企画も、うんえー、歌獅子終わってからかな終わってからもちろん歌獅子っていうそのなんかね獅子というものから始まりね、はい、それもあなたが。 はい、小学校からやっぱ付き合いなんで、はい、いやお前は獅子スタイルやと、はい、その獅子スタイルっていう言葉であったり獅子っていう言葉をね、はい、僕の貼り付けてね <laughs> ペタッとペーストされ、はいまあ、そこにねこうフォロワーの皆様がついてきてくれこの獅子おどしが始まり、はい、来年はねたつ年ということでさらなる飛躍を遂げないとだめですよ ね、元年なんですからな、いやー、もう、<laughs> ファラオ元年ですから、がっつりちょっとスクラム組んでいかなあかんなと、いやでも、ほんまにちょっとね、2011年は、あのー、それこそ、まあなたともね、ゲンスンとも、まあ、会社、スタッフともいろいろ話は今してまして、してるじゃないですか、はいえー、2011年、まあ、以上にもちろん、ちょっと2012年は動いていこうかと。はい いう話はどんどんまあ本当にしてるんでどういった形で皆さんにこう音楽しっかりまあこういった不毛なねメッセージしっかりね届けるかは別としてこれからも、はい、2012年も皆さんについてきてくれというおめでとう <laughs> ファロー ファラオもうファラオはマジで、ちょっとでも、もうそれはもうみんなに任す、ファラオ、じゃあ聞こうん、俺はファラオに見えてきてるからも <laughs> はいいや、本当にね、皆さんにお世話になりましたよ、いや、本当にお世話になりました、はいありがとうございます、じゃあ来年も頑張っていきましょう、2012年、2012年ちょっとどういうタイミングで、えし、ー、と失どし再開するのか、まだ <laughs> 競技中ですけど。うん まあとりあえずこれが今年最後になることはもう確実なんで来年もはい皆様よろしくお願いしますよろししくお願いしますでは2011年最後のはい達也と大館系の塩年しさよなら良いお年を